はい、こんばんは。ですね、YouTube ユーザー様からのリクエストで、無線 LAN のですね、不正アクセスを防ぐための、MAC アドレスフィルタリングの設定方法を教えてくれということで、機種の方はですね、プラネックスの方なんですけれども、そうですね、YouTube ユーザー様の方は、プラネックスの300の NH ですよね。頭は、見えないですね、すいません。頭は MZK で同じだとは思うんですけれども、ただ近年のですね、プラネックスのブロードバンドルーターは設定方法同じになりますので、型番異なっても設定手順同じになりますので、ちょっと見てほしいというか、一緒に設定方法を見てみましょう。そういたしましたら、まずパソコンの方からですね、設定するんですけれども、設定の方は必ず、ちょっと歪んでますね、すいません。必ずインターネットエクスプローラーですね、からやってください。Firefox、Opera、Google、Chrome ブラウザーから設定すると、なぜかプラネックスのネットワーク機器設定言うこと聞いてくれないのでご注意ください。そういたしましたら、インターネットエクスプローラー開きましたら、ここのアドレス欄にですね、プラネックスの URL 192.168.1.1 ですね、すいません、 192.168.1.1 を入力いただいてエンターキーです。で、ユーザー名は ADMIN デフォルトですね、大文字じゃなくて小文字です、すいませんADMIN で、パスワードは PASSWORD、 ここに書いてあると思います。で、これでログインできます。で、ここからちょっとややこしいです。で、プラネックスの無線 LAN の方なんですけれども、3つ、ちょっと指が曲がんないです。ここ骨折れてるんです。すいません。関係ない話で。3つですね。SSID がありまして、で、その3つの SSID に個別にですね、暗号化キーですね、が設定されています。ですので、MAC アドレスフィルタリングする場合は、その3つともにですね、MAC アドレスフィルタリング設定しないと有効化にならないのでご注意ください。で、まず、設定項目の方なんですけれども、こちらの一般設定ですね、から設定します。一般設定を開きましたら、無線 LAN 設定を開いていただいて、こちらのアクセスコントロールですね、を開きます。そうすると、こちらのアクセスコントロールが出てくるんですけれども、3つですね。プラネックスユーザー WPS、 これはデフォルトで共通だと思います。この SSID ですね、プラネックスユーザー WPS、プラネックスユーザー2、プラネックスユーザーという形で3つ設定あると思うんですけれども、本体の方のですね、 SSID ウェブキー割り当ては、プラネックスユーザーになります。で、一応、デフォルトの場合は、プラネックスユーザー WPS。で、こちらのアクセスコントロールを有効にするにチェックを入れていただいて、適用ですね。見えますかね。で、継続。で、肝心なのがですね、一つ、MAC アドレス、一つ入れないとですね、これがまた有効にならないので、ちょっとややこしいです。もう0000って入れちゃってください。で、適用。継続ですね。適用じゃなくて追加です。すいません。0000って入れて、追加。ここですね。で、適用。ここがちょっと非常にややこしいですね。で、まず一つ目の SSID の暗号化キーに対して MAC アドレスフィルター、これで有効になりました。で、続いて、プラネックスユーザー2の方のアクセスコントロールを有効にして、で、ここもまたですね、プラネックスユーザー2の SSID の無線暗号化方式に対して MAC アドレスフィルターを有効にするには、0000000って入れていただいて、追加。で、適用ですね。はい、継続ですね。で、さらにですね、
デフォルトのウェブキー暗号化通信できる SSID に対してもマークアドレスフィルターを有効にします。ここのフィルタリングを有効にするですね。さっきちょっとテストで入れてみたんですけれども、もうここのマークアドレスは任意で構いません。00じゃなくても11111でも構いません。で追加ですね。で適用で、こちらの最後の適用をしていただいて、プラネックスのブロードバンドルーター再起動かかります。これでやっと MAC アドレスのフィルターができたという形になりますね。で、次に肝心な、そうですね。MAC アドレス登録をやってみます。Nintendo DS 使います。で、パソコン関係の場合はですよね、CM でです。すいません。パソコン関係の場合はコマンドプロンプットを出していただいて ipconfig.all.ll これで MAC アドレス出てきますんで、パソコンの場合はこの MAC アドレス、フィジカルアドレスを控えていただいて、で、登録という形になります。で、再起動が完了いたしました。で、どこの SSID につなぐかによって登録する MAC アドレス、通信許可する MAC アドレスも違います。ですので、例えば、プラネックスのこちら、本体に書いてある SSID、プラネックスユーザーにつなぐ場合、このウェブキー使う場合ですよね、工場出荷時設定99なんとかかんとかにつなぐ場合は、ここの3つある SSID のところからプラネックスユーザーを選んで、ここで、Nintendo DS の MAC アドレスを登録して、中じゃなくて通信許可ですよね、を行います。で、ですね、Nintendo DS の場合は、影丸インフォの方、影丸のサイトですね、の方を見ていただけましたら、MAC アドレス確認方法載っているんですけれども、インターネット接続設定からオプションを開いていただいて、本体情報ですね、ここに書いてます。E0-E7-510B ってあるんですけれども、ハイフンは除いて、小文字のままで構いません。E0-E7-510B、85-62。ハイフンなしで、数字直接入力です。で、追加。で、適用ですね。で、適用。これでまたブロードバンドルーター再起動するんですけれども、これでようやく、MAC アドレスフィルターですよね。押して、安全に、各種クライアントの方をインターネット接続できるというわけに、状態になります。この問題はですね、おそらくプラネックスと、あとですね、NEC 系もそうですよね。SSID2 つほどあると思うんですが、これがとバッファローの場合はこんなにややこしくないので、普通に MAC アドレスフィルターさえすれば通信させたくない機器を排除できるとは思います。それでは簡単なんですが、この辺で失礼させていただきたいと思います。